皆さんこんにちは、ババラーの館へようこそ。みんです。前回こちらの自動焼き鳥製造機を作って、少しね裏で放置しておきました。裏でね放置した結果40個だね。ちょっと40個は少ない気がするんですけれども、まあこれから焼かれることを信じましょう。そして裏でねちょっとこの辺をエンチャントしておきました。まあ効率強化4だけなんですけれども、まあないよりマシだよねっていう感じで。これさ、ネザーライトのやつにこのダイヤって掛け合わせできないんだね。できるのかなって思ってたけど全然できなくて、うわマジか、これ最初からやり直しだって思ったんだけどちょっと荷物整理をしてあっちに向かいましょう。そう、それとこの辺なんですけれども、こんな感じで軽く道みたいな感じでね作っておきました。あ、すごいじゃん、この辺もほぼ緑色になってる。だいぶ錆びたねそう、こんな感じでね作っておきました。まあ、ちょっとずつ道をつないで、これからはこういう風な街っぽいところにしていきたいなって思う。ちょっとこれさ、飛んでいく必要あるかな飛んでいく必要があるかないか、微妙な距離な感じがするね。待って、私上着どこやってる？上着って前回あれ、どっかしまった？ちょっと待って、私上着がないんですけど。え、待って待って、どっかで脱いだ感じかな。しかも荷物整理全然できてないんだけどこれ大切なもの持ち帰るのちょっと大変かもしれない。え、待って、上着がないんだけど。上着ってなんだっけ、ネザライトのチェストプレートがないんだけど。まあいっか、一旦ここを降りていこうでよし到着。ここが高さ28、結構低いのかね高いのか分かんない。これはね下明るく見えるけれども全然湧き潰しをしていない状態でございます。こっちとかはね湧き潰ししたんだよね。ではでは下に行きますか。ちょっとチェストプレートがないから心配ではあるけれども、待って、こっちはでも明るいっていうか、まあこれはねこのちょっとガンマチ上がったからなんだけれども、まあ見えやすいかな、みんなも。これでいいか。ちょっとあの、私怖いからさ、こういう風なとこ綺麗にしていこうかな。大丈夫なの、繋がってない。ここで木材回収もできるって考えたらでかいな。ここは止めて、あららら、らこの外ちょっと繋がってってるな。あ、行き止まりだ。また今度ここら辺にね、このなんだっけ、レール取りに来ましょう。こっちも行った。あれ、意外と行き止まりな感じかな、これは。こっち側も行きましょう。さっきね、どっかからカラーンって聞こえてるから。あ、待って、チェスト発見。こっちは、うわー。クモの巣。クモの巣は、これだね。ハサミ。これでゲットしていこう。よし、チェストを開けます。おい！んー、なるほど。なるほど、微妙な感じだな。置いておこう。あんまり、あー、待って。スケルトンの音がしてるのと、うわー懐かしい感じじゃない、この土の感じめちゃくちゃ懐かしい。ちょっと降りる前にあっちの端っこも行ってみよう。もしかしたら行き止まりかもしれないから。あれ、どこら辺から松明つければいいかわかんないあ、待って、こっちも右じゃない、左に繋がってるかな、なんかいるかな。あららららら、ら意外と繋がってる系だ。あ、もしかしてさっきのところに繋がってるのかな。あれ、こっちはまた、うわ、スケルトン。あれ、あいつか、さっきから落としてたの。カランカランって。こっちも、うわ、びっくりした、あ、びっくりした、全然見てなかった。あれ、さっきのところに繋がったな。手、ブレブレってなったかも。ビビりすぎた。ここは、下になんか、穴がある感じかな。ここから下に行けるのか。あ、行き止まりだ。ここの下は、あー、繋がってる感じじゃない？あ、ゾンビがいる。お前線路からこっち来れないんだろ？こっち来れないだろ？あ、待って、めっちゃ声してない？こっちにモンスターめちゃめちゃ湧いてんのか。ん？しかもだよ。あそこに。うわぁ。これ右側にもいるなぁ。ここは湧き潰ししてない。潰そうか。あ、やだ。え、待って。今のってもしかしてゾンビだった？ゾンビのスポナーだったのかな。いや、違うよね。きっと違うよね。あれ、クモだよね。ほら、来た、いた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 。あ、やべ。今、私、あれじゃん。いや、びっくりした。いや、このモヤモヤにびっくりした。
いや久しぶりのマイクラのこれ怖いて。チェスト開けようか。せーの、ほい。あ、ダイヤモンド、もうらい。あとは後々回収しましょう。で、この先ね、行かないといけないね。あら、この先にも続いてる。あー、続いてないか。これこっち側にも音がするな。行けるルートをまず探しましょう。行けなかったらって感じだね。行けなかったら掘ってから行くみたいな。ここは、あ、行ってない。ここから下がるんだな。お、でも鍾乳洞が、鍾乳石かが上からある感じね。あ、ヒカリイカじゃん。あ、さっきこんな湧いてたかしら。私の手で。そうすればボーナスアイテムとして、間違えた、ボーナスなんだっけボーナスなんとかでいっぱい取れるから。あ、やべ、あんまりね今アイテム持てないからさ、持ちたくないんだよな。こっちは行き止まり。あ、そろそろ石炭回収しとかないと。こっち行ける。ここは左に行けるっぽいな。あー、なるほど、こっちにも行ける。あれ、意外と広い意外と広いっぽいぞ。ちょっとこっちから行くか。ここで行き止まりであってほしいんだけど、そうでもない可能性がありますね。やん、下もだ。あとで戻んないと。なんとかしないとって言ってさ、すぐ忘れちゃうの。この癖どうにかなんないのかな。あ、ここは行き止まりだ。まあ、金もね結構あるっぽいから、ちょっと本当に後々取りこよ。あのゾンビのね、あのスポナーを作りたいんですよ。ゾンビスポナーを使ってトラップを作りたいから。あれ、これこっちには行ってないかな。行ってないけど広いなめちゃめちゃ広いな。これ、これは石を使って止めます。止めま、と、と、止めた。よしよし。石炭とかは、ここにマグマがあるってことは結構明るい感じだから大丈夫そうじゃない。湧いてないんじゃないかな。ちょっとあっちに行きたい。ほっ、そしてこの間に松明を作ると。うわ、木も足りないかもしれない。やった、チェスト発見だ。なんだこれなんだこの感じは。いや、私ね、ちょっとスポナーの周りを掘り起こすっていうのをやっていきたかったんですよね、今日ね。意外とさ、こういう風に行けるところがあるっていうね。こういう時に限って、だって前回来た時はさ、そこまでなんか広いって感じはしなかったもんね。よし、開けるか。せーの、ほい。あ、ほい。あー、なるほど、松明いっぱいはありがたいな。あ、名札もあるな。いやー、欲しいな、欲しいんだけどな。持ち物がいっぱいでさすがに持てないのよね。あ、レール下に敷いとこうか。よし、オッケー。じゃあ下行きますか。あ、行き止まりじゃん。いいね、いいね、行き止まり。やっと行き止まりに当たってくれたって感じだもんね。ここの下が行けてない。こっちは行ってる。こっちに戻ってくるね。よし、覚えておこう。きっと覚えとく。何これ、あれか、マグマで焼けたんだ。なるほど、こっちは何もないからマグマはつけっぱ。この辺には水いっぱいで湧かない。まあ湧いて光以下って感じかな。じゃあ意外とまっすぐに行けばいいだけっぽい。あら、ここなんだっけ、深層岩かな。あ、いいね、いいね、いいじゃん。マグマのおかげで全然明るかったから敵は湧いてないね。ただでさえ湧きづらくなったけど、でも全然ちょっと怖い。エリトラ、あの、着てるとで沈んじゃうのがね怖いな。こっち行ってなくね。やっぱり行ってないよね。あ、水があるからモンスターは湧いてないといえど、ちょっとこっちの奥には何もない。あ、なんかこの先やばい気はしないか。大丈夫か。そろそろ松明を手元に加えよう。私ね、ビビリなので本当にね、手元が分かんないとかさ、あの、真っ暗いとか怖いんだよね。で、さっきモンスターがいたところが分かんなくなっちゃったし。ここは行き止まりではある。行き止まりだ、いいね。ちょっと木材だけもらってこう。これを棒に変えて松明を作ります。あと行けてないのがこれの先かな。そうだね、これの先ですね。こっちには何があるのか。いや、何もない可能性あるな。でもさ、結構今回のチェストの中にはグローベリーがあった気がする。こっちは行き止まりだ。オッケー。じゃあさっきの音を確かめに行きますか。あ、こっちじゃん。あ、待って、ヒカリイカ、ヒカリイカのこれ。わあ、また湧いたんだね、この子。この子っていうか、ここら辺に。よし、ここ行こう。上が
空いてる。ちょ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 、もうネザライトのチェストプレートマジでどこ行った、びっくりした、マジでどこ行ったんだろう。あ、なんか強そうなの持ってんね君、危ないよ。わー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 、ポッポッポーは怖いのよ。待って、あ、こっちから来てる。え、ちょっと待って、さっきの音ここか。一旦こっちを湧き潰ししてあっちに戻ろう。よし、そしたらこっち、いやー、さっきのところに繋がれない今のところ多分。こっちを湧き潰してしまえば後でこっち側に来なくてもいいから。で、こうやってちょっと離れることでもしかしたら敵の数が減るかもしれないという作戦でいきましょう。ずるい？いや、でもでもでも多分こっから下降りれんだよな。ここ降りてっか。ここまたさっきとは違う別のところになってたりして、ちょっと待って、これ下に降りれる深層岩の廃坑だな。あっちは下に行けば行くほど、あ、でもそこまで深いさ、あの廃坑って初めてかもしれない私。なんかやっぱそうだな、ここだな、たどり着いたな。うわ、いた、びっくりした、木材持ってんじゃん。で、ここは砂利で通れないと。ね、ここも、いや怖いね、結構ビビってる、普通に廃坑探検になっちゃってるわ。いいのかなこれ。いや、さっきの深いところ行ってみたいな。なんだここは。こことここ止めて、あ、行き止まりだ。あら、やだ、音がしてる。あれ、でもさっきさ、ここら辺にいなかったっけ。あ、やべ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 、怒る、怒ってる、やばい、怒ってる。来るぞ来るぞ、あ、いった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 。この辺は足の方抜けてるから気をつけないといけなくて、怖いね。あ、雲じゃん、やほー。あ、そろそろ寝れる時間かもしれないな。あ、寝れないな。こっち側は右に回るルートのみ。雲がいたとこ、こっちは、あ、また違うルートだ。あ、待って、あ、嫌な感じ嫌な感じ、スポナー見っけちゃった。開けるぞ。お、あ、ちょっと待って、明るくした。あ、ちょっと待って、あ、待って、見えない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 。何、もう雲じゃん、また雲じゃん、しかも何も湧いてねえ。待って、こっち側にいる的な感じかな。ちょ、道道道道、え、道がない。え、ちょっと待って、いやさ、これもしかしてだけどさ、なん、廃校によくあるさ、宝箱が一個消えたやつ、もしかして。ここ自宅からちょっと離れてるけどみたいな感じか。なるほど、どこにも映らないもんね。え、じゃあ微妙じゃない。待って、火薬はもらってく、ありがとう。糸はあげるわ。まあ、地図にねできないので、一旦登ってみるか、ここから。あ、マッチが得たよね、またやってしまった。ちょっと待って、もう一旦上がるしかないのかな、こっから。いやだな、一旦上がってっていうのが結構いいから。待って、寝れそう、寝れない。座標を確認しとけばいいのか。結構低いぞ、ここの高さは。244の22のマイラク、一応メモっといて、よし。で、さっきの続きに行きますか。あ、いた、お前そんなとこで何やってんの、痛いよ。あ、出てこれない、痛いよ。ここら辺にやっぱいるって感じか。なるほど、この下、あ、待って待って、エンダーパール、よし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 。あー、このエンダーパールでですね、またエンダーアイにして。あれ作ろう、なんだっけ、もう分かんなくなってきた。こっち行ってる、行ってない。ここがさっき行ったところかな、多分上から来てるよね。あー、そう、深層岩のところも行ってない。ちょ、こっちも行くか。あ、行き止まりじゃん、やった。よし、次がこっち行きましょう。うわ、何もない。綺麗に何もない。深層岩だからなんかあるかと思ったけど何もなかったな。ここからちょっと上に上がっていってみましょう。場所がわかんないね。あ、で、またちゃんとね、こうやってやっていかないと、マグマが出てきたりとかした時に怖いから、困るから。よし、ガードしながら行きましょう。あ、待って、なんか歩く音がしてる。夜、夜なので一旦こっち側にね、穴を掘って寝ましょう。おやすみなさい。いた、いや、痛いよ。
でもちょっとここら辺平和っぽいね、豚の音がしてる。ここ閉じて体力満タンにして、あーでも怖い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 。ここはどこかな、モンスターはいないかな。あれ平原、あれあれいや全然近所じゃん。え待って、あっちのクモスポナー首にしようかなにしてもさ、そこら辺の洞窟とかも多分入ってってるのに、ほらアメジストとかね、なのに一切ここに気づかないという。いやこの距離よ。え何にせよあのクモスポナーこっち側に移動だな。でずっとさこの辺にいたんだったら君たち稼働してない？あしてたんだ、地味に稼働してたっぽい。ほら蜂、さっきのさ私がなくしてしまったエンダーチェスト、これをねもう一度作ります。学ばないね、めちゃめちゃ。もう何回目壊すの、2回目かなこれ。よしエンダーチェストゲット。あかわいい、この感じめっちゃかわいくないお前そこにいるか、いていいぞ。ちょっとそれはかわいいと思ったわ久々にであとそうこっちのクモスポナーを作るときに使った、まあ、材料のアメジストをたくさん持ってるから、そうここさなんていうの、こっちから入って、まあ、本当はこっちから入ればいいんだけど入り口わかんなくって遠回りして入ってって感じだったから、まあ、そこをストーンってね降りてくればもういいようにね作り変えたかったんですが、あっちのクモスポナーに移設しましょう。アメジスト大量、ガラスも大量、 OK ということで今回は廃校探検に行きました、まあ、次回のやることもね結構明確に決まって、またマインクラフトで遊んでいきたいと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。